南アルプスは静岡、山梨、長野の3県にまたがり、高山植物や国の特別天然記念物に指定されているライチョウなどが生息する山岳地帯で、2014年に生態系の保全と人間社会との共生を目的にユネスコエコパークに登録されました。今日静岡市では10周年を記念したイベントが開催され、南アルプスの食を楽しめるブースや伝統文化を伝える特別講演などが行われました。市民の方の認知度が過半数に満ちていないというところで、認知度を上げたいということで、新たなファン獲得のためのイベントを今回行わせていただきました。